どうも、ね、ずっちです、えー、昔はね白黒テレビ冷蔵庫それから洗濯機を3種の神器なんて言いましたけど最近はですねロボット掃除機それから全自動洗濯乾燥機それから食器洗い機これが新3種の神器と言われてるんだそうです。 えーね、確かに楽ですよね、えー、これで時間を短縮させてですね他のことに時間を回せますから、えー、非常に効率的でいいなと思いますね、えー、まあこんな話するとねうちには何一つ今言った「新三種の人気」ありませんから嫁が欲しいと言い出してしまうかもしれませんけどね、えー、でもあれだねこういった「新三種の人気」っていうのは一言で例えたらね親のすねと一緒だねうんどういうことかって かじって楽をするってね。ねずっちです。では、また。